ブロッコリーの保存方法を。あ、どっかでやっとくよね、うん、一番下を切ってちょっとめくります。葉っぱ系ここにちぎっちゃう。ちぎります、ちぎります、ちぎしよう普通にざっと洗って、なんでもいいんだけど、これに水を入れて、こんだけです。秋冬は外でもいいけど、夏とか春は冷蔵庫、冷蔵庫にブロッコリーを生やしてください。はい、長持ちします。アクも抜けるからね。1日1回水変えてください。2、3日置いてから茹でる。茹でた方がアクが抜けて美味しい、はい、えって思うから。